公共曲第2番作品19はサミュエル・バーバーが作曲した2番目の公共曲。1943年にアメリカ陸軍航空軍から飛行機乗りを扱った公共作品の移植を受けて作曲され、1944年3月3日にセルゲイ・クルセビツキー式のボストン公共楽団によって初演された。作曲当初のバーバーは作品を高く評価し、 1950年に改訂を加えた上録音もしているが、1964年になって作品を破棄し、出版社にも学府の処分を要請した。バーバーの死後の1984年に学府が発見され、現在は再評価が行われている。バーバーは1942年にアメリカ陸軍に徴兵されていたが、作曲時には航空軍基地の中で暮らし、 パイロットたちに飛行の経験について聞いたり、自ら飛行訓練に加わったりしていた。初演当時には、プロパガンダとしての性格や新規な効果が非難されることもあったが、現在では、副長やオスティナート、旋律な不協和音などの技法を駆使した、バーバーの作品の中でも特に野心的で、現代的な作品と評価されている。作品の破棄後、 第2楽章を全面的に改訂した公共誌、夜間飛行が発表されたほか、オペラ、アントニーとクレオパトラ、還元楽曲、昨日の情景の写真に素材が転用された。改訂版による。初版の第2楽章では、ベル研究所の開発したある種の電子楽器を用いて、夜間飛行の誘導のためのビーコンを表現する部分が存在したが、改訂後は、 S エスカンクラリネットの超音に差し替えられている。全三楽章からなり、演奏時間は25分から30分程度。バーバーはこの作品を表題音楽と説明してはいないが、自身の書いた解説の中で、第一楽章は、フライトの興奮とダイナミズムを再現しようとし、第二楽章は、夜間飛行の経験から着想を得、第三楽章冒頭の小説線を持たない部分は、 飛行の感覚を表したと述べている。改訂は作品から表題的な要素を取り除く方向に行われた。ハワード・ポラック、セカンド・シンフォニー、オーパス、19倍、サミュエル・バーバー、ノーツ、セカンドシリーズボリューム47、ナンバー3。 958-959-http コロンスラッシュスラッシュ www.jstor.org スラッシュステーブルスラッシュ9419402012年9月23日閲覧バーバラヘマンサミュエルバーバーザコンポーザーヒズミュージック224-229ニューヨークオックスフォードオックスフォードユニバーシティープレス 1992ヘマンサミュエル・バーバー230 231ヘマンサミュエル・バーバー217エイビヘマンサミュエル・バーバー223エイビリチャード・ホワイトハウスライナーノーツ2シンホニーナンバー2オーパス19ナクソス8.559024コンパクトディスク2000ヘマンサミュエル・バーバー221ヘマンサミュエル・バーバー 221ありがとうございます。